平野翔移籍後初テレビ CM で30歳へのすがすがしい決意を語る。平野翔さんの新たな一歩に、ファンは期待と応援の声を送っています。ナンバーアンダーラインアイのアイドル、平野翔27、が、新たな事務所への移籍後、待望のテレビ CM に初出演することが決定した。その発表会で、彼は30歳に向けてのすがすがしい決意を語った。 ナンバーアンダーラインアイの平野翔さん27が新たな事務所への移籍後、待望のテレビ CM に初出演しました。彼は照れクそうに乾杯の温度をとり、新たな一歩を踏み出しました。その CM 発表会で彼は30歳に向けてすがすがしく頑張る決意を語りました。平野翔はテレビ CM の発表会に登場し、移籍後初となる CM 出演について喜びを語った。 本当に嬉しいですね。先月27歳になったんですけど、これから30歳に向けて、逆にどんどん清々しくなっていけるように頑張りたい、と述べた。その後、平野さんはキャッチコピー、糸生成し、にちなみ、ファンへのメッセージを求められると、彼らしいユニークなコメントが飛び出した。糸い,いつも助けてくれし、これからもっと頑張るし、いつもありがたし、わかんない。わかんない、と、ファンを笑わせた。 キャッチコピー、糸生成し、にちなんで、ファンにすがすがしい一言をリクエストする場面では、平野さんらしい一言が飛び出しました。糸い,いつも助けてくれし、これからもっと頑張るし、いつもありがたし、わかんない。わかんない、と、彼のユニークな表現が会場を和ませました。CM 発表会に対するファンの反応も熱狂的だった。ネット上では、動画が早くも放送され。 平野翔の笑顔や表情に夢中になる声が多数寄せられている。また、新しい商品に対する感想も多く、ファンの中にはサントリー製品を応援する声も見られる。そして、彼のファンからも喜びの声が届きました。新商品についての感想や、平野翔さんの CM に対する期待など、熱いコメントが続々と寄せられました。彼の笑顔や言葉に触れることで、 多くの人が幸せな気持ちになることが伝わってきます。平野翔の新たな一歩に期待が高まる中、彼のすがすがしい魅力が CM で存分に発揮されることが楽しみだ。彼のこれからの活躍に期待し、30歳へ向けてさらなる成功を祈ってやまないファンの声も溢れている。平野翔さんの新たな一歩に、ファンは期待と応援の声を送っています。彼のすがすがしい30歳への決意が、 新たな CM にどう反映されるのか、テレビでの放送が待ち遠しいところです。彼の活躍がますます注目される中、彼のファンたちは彼を心から応援しています。